おはようございます。片親エンジンです。この前運搬車に乗せようとして、回転方向が逆だってちょっと行き詰まっていたこのスターエコンなんですけど、いろいろその後各部チェックした結果、まずそもそもこのスターエコンのこの駆動ベルトが、A タイプって言って、そのベルトでもね、細い方のベルト、この駆動のね、 V ベルトにも2種類があって、一般的な乗用車とかで多く使われているこの A タイプ、ちょっと細いんですよね。 A タイプとで、こっちなんかは、農機具とか、トラックのね、ダイナモベルトなんかによく使われている、ちょっと太いタイプの B タイプ、2種類あるんです。M タイプでね、もう少し細いのもあるんじゃけど、大体主にこの2種類が使われてます。で、スターエコンは、このね、A タイプの細いタイプのベルトがかかってたんですよね。で、この、運搬車の方、こっちは、このね、B タイプ言うて、この太い方のベルトがかかっています。なので、仮にこの回転方向が合っていたとしても、この運搬車、ピンクレディ運搬車側の、B タイプの太いベルトで、このスターエコンを回すことはできなかったっていうことなんですよね。なので、ちょうど良かったということで、動力の、向きを反対にするっていう方法と同時に、このベルトのサイズを変えるために加工していきます。で、そのまま内でも、ね、回転数とかの問題もあるんで、いろいろ調べた結果、このスターエコンの方の所言を確認すると、スターエコンの、常用回転数が700回転なんですよね。で、このピンクレディの方のエンジンは、ピンクレディのエンジンは、2000回転で、4馬力出るようになってます。なので、スターエコンの、エンジン側の出力プーリーが直径75ミリです。で、スターエコンの方の、動力のプーリーが18センチ180ミリ、計算ではこのまま回転させてしまうと、スターエコンの回転が上がりすぎるということなんで、動力の変換、動力の回転方向の変換プラスベルトサイズの変更プラス、減速比、これを変えていくっていう装置を作ります。今後の対策なんですが、スターエコンがね、進行方向に向かって右側にプーリーがあると、回転方向が逆になるんで、もう単純にスターエコンを反対向きに設置します。そうすると、こっち回転に、逆か、こっち回転でいいよね。で、このままではこのベルトのかける位置が向きが悪くなるので、このスターエコンの、後ろ側というかこちら側に、新たにシャフトを1本追加してやって、プーリーをこうセットして、エンジンからの出力を一旦このシャフトにかけてやる。で、ここのベルトは B タイプね。ここは B タイプのベルトで、エンジンからここのプーリーにかけてやる。この時は、ここも75ミリの、プーリーにしてやれば、同じ、2000回転でこのシャフトは回ります。2000回転でね。で、こっち側のプーリーを、このスターエコンを700回転で回転させるために、このプーリーをだいたい59ミリ、60でもええんじゃけど、59ミリで、回転させてやるように小さいプーリーを、製作します。
でこのプリとここをつないでやればエンジンが2000回転で回った時に、動力がこう伝わってきて、ここの減速比で、700回転で回転するっていう計算ですね。ここはね、このこういう台がついたベアリングで浮かしてやって、で製作します。でプーリーはここのベルトがね、これ B タイプ A タイプ A タイプ、細い方ね、これで回転させてやります。まあ多分ね、これで動くとは思うんですけどね、まあとりあえずこの作戦で、やってみます。